真夏の猛暑、37度の猛暑日にどこへツーリングに行くか。まあもうね、もうずっとこう夏35度以上っていうのが当たり前になってきた、まあ、東京の夏、関東の夏っていう感じですかね。まあ、住んでいるのは関東、東京なので、まあ、関西とか他のエリアの気温はちょっとわからないですが、まあ、関東地方はもう今年なんかね、特にもう6月からもうすごい暑さになってるわけなんですが、その中でもどうしてもバイクに乗りたい、もうなんとかして走っていきたいっていう人だけ見てください。もう夏は乗らないよっていう人はもう見る必要はないので、ここで終わっていただいて大丈夫です。まあね、決して無理しないようにしてくださいね。普通に熱中症になります。オートバイに乗ってても風が当たって涼しくても熱中症にはなってしまうので、例えば自分はメッシュジャケットを着てます。こっちの方がね、半袖とかで乗るよりは全然涼しいです。それからヘルメットも普段はフルフェイスですが、真夏はジェットヘルメットにしてます。ジェットの方が全然涼しさが、まあ、もちろん暑いですよ、かぶってるから。だけどやっぱりね、フルフェイスとジェットだとね、全然涼しさが違います。あと休憩中の水分補給もね、ヘルメット脱がなくていいので、すぐに飲み物が飲めて非常に安心です。で、まあ無理に走ろうっていう話ではないので、どうしても行きたい人、じゃあ関東で東京からどこへ行くのかっていう話になるんですけども、まあベストはね、やっぱりビーナスラインですかね。ビーナスラインはね、いいですよね。まあ夏でも東京の、まあ、平地よりは全然涼しいと思います。まあ、かなりね、やっぱり高度が高くなる山の上の方ですねになれば、やっぱり涼しくなってくるので、まあそういう場所に行くのが一番いいですよね。もしかしたらね、ビーナスラインあたりだと関西圏の方も行く人が多いのかもしれないですね。まあ、東京からだと2時間半とか3時間ぐらいペースによってはかかる場所なので、割と遠い方です。ツーリングプランでもちょっとプランの範囲外になっちゃうかな、もしかしたら、ちょっと調べますけど、それぐらいの距離になります。じゃあもうちょっと近場でっていうと、やっぱり箱根ですかね。やっぱり箱根も標高が高いので、まあ、例えば伊豆スカイラインのところを走るとか、まあ箱根もね、バイカーズパラダイスがある南箱根って言わないのか、そこ芦ノ湖のあたりっていうのも一つの手だと思います。やっぱり標高が上がればね、涼しくなるので、まあそういうところを走るならいいんですけど、やっぱり夏の猛暑日に都内をね、平地をずっと 2,3 時間走ってると、これはやられますよね。ちょっと危険です、危ないので。なのでそういうところは行かずに山に行くっていうのが一つの手ですね。でもう一つ、山中湖、川口湖、このあたりも標高が高いのでおすすめです。で山中湖に行く途中に道志道なんかもありますが、道志道ですでにまあ 1000m 弱の標高になっているので、道志道あたりも結構涼しいですよね。しかもあれは川がある部分もあるので、川の影響で涼しい風が来たりもしますね。あとはどこですかね。この間矢筆峠、宮ヶ瀬とかいうあの辺のあたりを走ってきたんですけども、ちょっとね、まあまあ涼しかったんですが、やっぱり道がかなりね、細くって、ちょっとあんまりこう快適に走る感じではなかったのと、思ったよりも涼しくなかったかなっていうイメージがあります。まあ初めて行ったので、もしかしたらルートによっては涼しい場所があったのかもしれないんですけども、ちょっと自分はね、矢筆峠とか宮ヶ瀬のあたりはまだちょっと暑いかなって感じました。皆さんどうですかね。その辺もちょっと意見があればコメントで教えていただきたいんですけれども、あとはどこですかね。関東だとどのあたりが涼しいのかな。秩父とかの辺はそんなに涼しくないっていうイメージがあります。まあ秩父でもし涼しい場所があれば、それも教えていただきたいです。それからあと関東だとやっぱり千葉の房総ですね。
房総はどうしてもその海沿いはやっぱりそんなに涼しいっていうイメージはないですね。これも涼しいところがあれば教えていただきたいんですけども、まあ最近のニュースで有名になった勝浦、勝浦はね、あの関東圏の中でもなんかすごく25度ぐらいで30度いってないっていうのでちょっとニュースになりましたよね。だからそういう涼しい場所もあるのかもしれないですね。次は時間帯です。まあ自分はもう早朝出ます。夏はもう夏は5時ぐらいに起きて6時ぐらいに出発する。まあそれだけでもね、あのスタート時の、いや結構もう30度に近い気温になってたりしますけど、やっぱりね、こうなんだろう、アスファルトがまだ熱されてないっていうんですかね、やっぱり若干涼しいんですよ。で涼しいうちに都内を抜けてしまって、でまあ暑くなるね、まあお昼前後にはもう山の高い位置にいるっていうのが理想ですね。まあお昼じゃないか、もっと手前か。で休みの日遠くなければね、もう帰ってくるのが、東京に帰ってくるのが午後の1時とか2時ぐらいになるぐらいの感覚で、まあ真夏日37度とか35度の日はそういうツーリングの行き方をしてます。やっぱり朝ね、若干でも涼しいうちの方が快適に行けると思います。やっぱり9時10時に東京を出発するってなると、まあどこの高地に行くに、高地高い位置ねに行くにしても、やっぱり2時間ぐらいはねかかりますんで、そうするとその2時間がもうすでにね熱中症になるぐらいの時間帯だとちょっと危ないですよね。あとは夜間はねやっぱり涼しくなるので、日差しがなくなった状態の方が全然涼しくて快適ですよね。だから夜走る方もいますよね。まあ自分はちょっともう夜ね暗くなっちゃうと目が見えないので、すごく見にくくなっちゃったんですよね、この年齢になって夜暗くなると。そうすると危ないので、今はちょっと夜はね乗らないようにしてるんですけど、まあ目が普通にね見える方は、まあ夜の方がねいいですよね。空いてるし涼しいし、まあ夜景を見ながら流すっていうのもすごくバイクにとっては楽しみだと思います。装備に関してはもう本当、最初も冒頭にも言いましたけど、まあ、T シャツとか短パンで乗るっていうのはもう絶対に推奨しません。本当に自分が上手であってももらい事故もありますし、怪我した時が大変なので、必ず長袖長ズボンっていうのはもうマストです。マストダスマストです。もう絶対そうしないとダメです。まあ自分はもう高校生の時からそれはずっと守ってます、いくら暑くてもね。ただ高校生の時と違うのは、今ねすごく長袖でも長ズボンでも涼しいものがたくさんあるんですよ。もう例えばインナーに着るものも冷感素材のものだったり、速乾性のもので気化熱で涼しくなるものもありますし、冒頭にも言ったメッシュジャケット、あんなもの昔なかったですからね、風を受けてで涼しくなる、もうほんと着てた方が絶対涼しいです。日差しがね今強いんで、半袖で直接肌に日が当たるよりもちゃんと上にかぶせて日が当たらないようにして風だけ当たるっていう状態が絶対に涼しいですから、だからそういうインナーとかアウターも含めて装備をしっかりすることで、ただそう、あのズボンっていうか、そのライディングパンツに関してはまだちょっとしっかりしたものが勧められるものがあんまりなくって、まあ、メッシュの、ね、ライダースパンツもあるんですけど、やっぱり、ね、転んだ時の耐久性を考えるとなかなかメッシュは勧めづらいので、自分は普通のライダースパンツを履いてるんですけど、なんかねそっちもいいものができればいいなとは思ってはいるんですけど、まあそれでもね、まあ、中にその冷感インナーの、まあ、何パンツを履いてるだけでも全然違うと思います。あとシューズ、ライディングシューズもメッシュのライディングシューズがあるので、メッシュのライディングシューズの方が、まあ、気持ちね涼しい、まあ、体感的にはそんなに変わらないかもしれないけれど、やっぱりメッシュになってるだけで風は入ってきてますから、夏に履くとね入ってきてるの分かんないんですよ。でもね秋冬に履いてみてください、確実にね冷たい風入ってきてますから、だから夏も実際は通気してて効果があるっていうのは分かるんですけど、まあなかなかね、まあ、冬の電熱ジャケットみたいにこうねクーラー機能のあるジャケットみたいなのが出てくるとねいいんでしょうけど、まあ、そのうち出てくるのかな、
まあ今のところはねないので、その辺にも期待はしたいところですね。まあ大体ねこういう暑い日に乗りたい時は、まあ割と早朝に起きて道志道に行くことが多いですね。道志道も早朝だと割と空いている、まあ、混雑、まあ、空いてるっていうか混雑してないことが多いので、まあ、道志に行くことが多いです。まあ、本当はねヴィーナスラインぐらい行ってくる方が涼しいんでしょうけれども、いかんせんね東京からとかなり距離があるので、なかなかそうすんなり行くところではないですけれども、できればね他にもちょっと涼しいですよっていうところをねあったらコメントで教えてもらえるとありがたいです。千葉のね山の中でも多分涼しいところあるとは思うんですけど、ちょっと知らないんですよ。なので逆にその冬はね千葉の海沿いは暖かいんで冬は千葉に行くことが多いんですけど、夏は割と千葉の房総に行くことは少ないんですよね。あと秩父もあんまり行ったことがないです。秩父もなんか暑いイメージがちょっとあるので、まあ行かないかな。あとまあ夏のね海沿い、まあ、江ノ島とか湘南とかのあたりはもうすごく混むでしょ。だからあっちはちょっと行きたくないなってどうしても思っちゃうんですね。で夏海沿いが涼しいっていう感覚はあんまりない。やっぱり涼しいのは山の上、まあ、標高の高いところってイメージがあるんですけど、まあ、皆さんねよく行く夏の定番のツーリングルート涼しいよってところがあったらぜひ教えてください。じゃあ皆さん暑い夏でもね本当あの熱中症に気をつけて水分補給してオートバイのツーリングを楽しんでください。